はい、テレセン白川です。今日はですね、まあ、大体小学生、中学生ぐらいのね、まあ、強い子のね、ちょっと試合をちょっとこう分析していったんですね。それで勝っていくの特徴ですね。それについてちょっとお話したいと思いますね。結論から言うとね、相手より先にコーナーにボール入ってるんですよ。簡単に言えばね。で、それが、コーナーで言うね、うちで言うね、ランウェイの B っていうところのゾーンの3っていうところなんですね。まあ、また詳しくはまた概要欄でね、また見てもらったらいいと思うんだけど、戦術のね、方でね、ちょっと、まあ、ちょっとそれも説明したりするんですけど、そこに、で、その元前がウイニングターゲットリアってんだけども、ウイニングターゲットリア最初から一発で入れたら確かにすごいよね。まあ、ウイニングターゲットリアっていうのが、ランウェイの B の、ゾーンの2っていうところですね。まあ、位置的に言えばね、まあ、テニスコートの中にはこう地図があると、住所があるんですよね。だから、その、ランウェイ B の、ゾーン2か3に、先にフォーシングっていうか、こう追い込むボールね、チャレンジするボールを打った方がそこでポイント取れてるよっていうのが、まあ結論ですね。なので、最近もうどこのスクールでもやってる、3B って言われる、3球目に、3球目のボールで決めるって、まあ、サーブ打ったの最初のストロークとかね、ああいうの決めるっていうのは、まあ、確かにそれで言えると思います。で、そこで、じゃあ、決めるはいいんだけど、じゃあ、どこに打てばいいのかっていうことがよく、こう、明確じゃないと思うんだよね。まあ、その状況によるんだけど、じゃあ決まるとこどこっていうことになると、ほぼほぼ8割、9割決まってるんですよ。さっき言ったのが、それが、まあ、さっき言った位置ですね。まあ、単に言うたら、コーナー深くですね。で、ちょっと鋭角なコーナーっていうのが、ウィニングターゲットエリアっていうことなので、そこに、まあ、質の高いボールが打てれるかということですね。で、そこに、例えば、打ったとしても、威力ないとダメよ。バコーってめちゃくちゃすごいボールで出るわけじゃないけど、やっぱりある程度こう、時間を奪える。つまり、ちょっとフラットドライブで近いようなボールで、そういうところにこう、ちゃんと突き刺さるボールかなっていうことですよね。まあ、スピンでも決まりますけど、ね、結構そういうところキックボールをしっかりキックさせるボールだったら、まあ、決まると思うんだけど、やっぱりその、対空時間の長いスピンじゃなくて、こう、グンという、こう、速いスピンっていうだったら、まあまあ問題ないかなと思う。だから、ある程度、最低威力のあるっていう、その最低っていうか、ちょっと具体的に言ったらもう難しいんだけど、それがちょっと必要なのかな、というふうに思いますね。で、そうじゃない子っていうのは、やっぱり、なんていうかね、何球かにそこに一本は入るんだけど、なかなかそこに持っていけないよね。サーブリターンが始まって、そこになかなか持っていけないと、いうことが、まあ、言えますよね。で、それで、この、まごまごしてるうちに先にポンと入れられて、ああ、ってなってると、いうことが、まあ、現実なのかな、ということですね。それと、やっぱり、棒の質ね、やっぱり、強い子っていうのは、その質の高いボール、前でもしっかりミートさせて、バンとこう、ミートがいいですよね、ミートがね。まあ、ミートがいいんだったら、うちの方で、こんな、トンカチラケットって例えばだけど、まあ、これも長いような、なんか乗せとくで、まあ、見といてください。ミート悪い子ダメですよね。裏の中、こう、なんか、ガシャとか、カシとかで、で、ボールが、シュル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 とかで、で、落ちたから伸びたね、シュってこう、伸びてないからね。で、ちなみにさっき言ったウィニングターゲットエリアにしても、特にウィニングターゲットエリアね、あそこに緩いボールを打っちゃうと、恐ろしいボール、どこに打たれるか分かんないボールが返ってくるか予測不能なんですよね。なので、そこでやっぱり落としちゃいけないのは棒の質ということになるのね。だから、勝てない子はやっぱり質も悪いのね、ボールのね。なんかこう、ボール打つときにやっぱりボール伸びてないとか飛んでないっていうね。だから、飛んでないっていうのが厳しいですよね。飛んでないボールね。なので、やっぱりこう、ミートしてボールしか飛ばせれるかということになってくると思います。ただ、なんていうかな、ただ、ボコボコ速いって意味じゃないよ。なんかこう、質の高いボールとか乗り越えて、うえって、うえって、うえってかで、ベンベンけど、入らない人もいるからね。だから、ちゃんとこう、ボディバランスいい状態で、ポンと打って、やっぱりそれなりの、ポン、ポンとか入るよね。ボールからね。中にはそれはいけそうけど、ビュンビュンって入った方がいいかもわかんないけど、やっぱり最低決まる威力でいいと思うのね。それをちゃんと、打てるかどうか。そこでやっぱりね、質の悪い子っていうのは、もう力任せで、うえーってやってる子ね、もう、おそらくね、こう入らないからね。厳しいですね。だから、もうちょっと打つときにバランス崩さずに運動連鎖ね。例えばちゃんと地面からこう、ちゃんと運動連鎖が使えてるかなって、そういう動き見るんだけど、それがやっぱりできてない子って質悪いですよね。だから、たまにいいボールかもわかんないけど、もう力めてブンってこう腕だけでブンってこう振ってるだけとかね。それでエースってガッツしてないから、やったーとかでね、バモーとか言ってる、いるやついるけど、それ、もうそ手打ちじゃん、みたいな。
そういう言葉がもう限界あるよね、やっぱりね。なので、この間もね、ちょっと途中で雨になっちゃったんだけど、木曜日ね、アンツーカーレンをね、浜寺公園でやったんだけど、なんていうかな、やっぱりこう、質のいいコートだから、やっぱりこう、簡単に決まらないのね。やっぱりこう、しっかり右としてこう、やらないと、ああいうコートで決まらないから、しかもボールがこう、必然的に重くなるし、決まらない限り、組み立てもよくわかるんだよね。またま概要欄に予定出しておきますよ。ぜひとも。まあ、基本そこに来てることは ITF 回ろうとか、今後考えてるかっていうふうなレベルの子で、来てるので、まあ、ご相談いただければと、こういうふうにはこう思いますですね。また話逸れちゃったんだけども、まあ、そんな感じで、そのことは何やってるかっていうと、まあ、本当にね、もう純粋に、相手、ITF で戦う、外人と戦う子と、テニスには、どんな質でないとダメっていうことを、もうやってるわけよね。もう、一人はもう、中学3年生で、もう次、もう、今度、兵庫国際にこう、エントリーしてるんだけど、そんな子っていうのは、やっぱりこう、ある程度、質が大事なのね。で、そうなってくると、どうやって見るかっていうと、やっぱりこの、いらない、無駄な動きね、前も言ったけど、いらないうねりとか、無駄な動きをとにかくね、削除していくっていうか、効率よく受けてるかなっていうのをね、すごく見るのね。でね、ちゃんとできたとしても、試合がこう、なんていうのかな、こう、混んじゃったりとか、もう連戦であった時だと、結構ぐちゃぐちゃになってる場合とかあったりするのね、なんかもう、多分必死で、うわーってなるでしょ。で、綺麗に打たしてくんないじゃん。やっぱりこんなもう、くななって打たされる中でやんなきゃいけないから、やっぱり綺麗に打ちたくても打てないのね。だからやっぱりぐちゃぐちゃになって帰ってくる場合あるから。できたらそういうところをね、ちょっと見たりとか、あと、まあ、他の子もそうよね、ちゃんと、地面に足がついてないというか、なんかこう、ふらふらしながら打ってるから、バランス打つときにもうバランスが悪いわけでしょ。で、そうなってくると質が上がらないから、なんかそんなところでよね、そういうほんと細かいところをこう見たりとかしてやってるのね。まあ、ほぼほぼ、まあ、今回集まった、選手も全員も関西上がって、まあ、何人かはもう全国出てる子だったので、それだけの内容ができたんだけど、そんな感じで、やっぱりなんか質を上げるためには、ボディバランスか何か体の動きね、体の動きをちゃんと作らないと、こう、もう厳しいんだろうな、というのは見えます。もう、力までブンブンやってる方は、おそらく、厳しい、消えていくかなんかだと、厳しい言い方すると、もう、そう思っといてください。もう、雑にやるんじゃなくて、もっと皆さん、ちゃんと動きを気にしてやりましょう。ね。これが僕の個性なんです、とか言ってくるねえなって、確かに、くんなないねって、ペンペンっていくの、いるけどね。それがずっと続くかどうか、もう、疑問だからね。もちろん見直した方がいいんだけど、そんな見直しをね、そういうところではやってるのでね、まあ土日もやってるんで、まあ一回、来てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。初心者向きのコースもちょっと作ったんで、小学校3年生のね、で、また1回戦全然勝てませんっていうね、概論見といてね、全然勝ったことないんですっていう人向きのも今回、クラスを作ったので、まあぜひとも、ちょっとお問い合わせいただければね、そこからじゃあ基本からやりましょうか、みたいなのもやりますから、ぜひぜひと思います。3年生からと、いうことですね。まず話しそれちゃったんだけど、ということで、勝てる子っていうのは、先に質のいいボールを、コーナーとかウィニングターゲットに、こう、相手に先に入れてるということが非常に多かったんですよ、ということですね。その点ですね。だから、やる練習は非常にシンプルになってくると思います。で、ちなみに、今の、なんていうのかな、そのトップの子らの、盲点何なのかなと思ったら、フットワーク的に、コーナー際弱いですね。なんか最近見てると、その辺弱い子多いなと思うのね。やっぱり、スライスでカットがなんか最近多いですよね。全体的に。それで多分、そこから粘ってのはこれを繋ぐってみたいなよ。耐えて、打ち返せるっていう、しっかりしたカウンター打てる子がちょっと少ないんじゃないかなという気がしましたよね。なので、フットワークで、立て直しのフットワークをちょっとしっかりやって、耐えればいいんじゃないかなと思うんで。その練習が2クロス1ソリッドって練習あるんだけど、申し訳ない、あれね、形だけやってるところ多いんですよね。で、何か見たいと股関節動いてない子多いんですよ。だからそうなってくると、やっぱりこう、2クロス、1セット、2回クロス打って、3本目でストレート打って、反対側の人またそれをクロスに切り返して、で、また3本目でストレート打ってるんでしょ。打ってるだけと、手でポンポンって合わせるだけじゃなくて、股関節がしっかりこう耐えて、コートカバーできる状態まで作ってそこで打てるかってなってくると、そこで棒の質がね、上がんないですね。ミートも悪いしね。だから、そこをちょっと改善していけばね、おそらくいいんじゃないかな。で、私見る限りね、そこが出てきてること、ほんと数少ないから、
このクロスね、クロスの、作りをね、もうちょっとこうきっちりコーナーからコーナーのクロスの作りを、もうちょっとだったらね、かなりいけるんじゃないのかなと思うのね。みんながまだ取り組んでる人が非常に少ないと思うから、まあ、やってないわけじゃないと思うのね。ただ、そこまでの質がね、出てないからね、これチャンスじゃないのかなと思うのね。まあ、ちょっとそういうのはね、最近まあ、土日の中でもね、こう、クロスの、展開みたいなのとか、展開練習ってやってるから、まあ、一回、お問い合わせいただいて、もし合ってそうだったら連絡いただければいいんじゃないのかなと思います。ちょっと中学生からのクラスは、結構ある程度、こう、打てる子多いので、一回、お問い合わせいただいて、レベルはちょっと確認させていただきますけど、その他の、4年生から中学生までやってことは、まだ入りやすい。基本的なところやってるんで、なんでさらに3年生から、まあ、中学生はまだ1回戦勝ったことありませんみたいな人の向きなので、そこはちょっと考えて選んで入ってもらったら、ちょうど一応皆さん入ってもらえるになってんじゃないのかなというふうには思いますね。一回ちょっと検討いただければと思います。で、根本的なね、やっぱりね、動き作りね、動きから見ていかないと、フォーム作りじゃないの。動きね、動きをどう作るかっていうところから見ていかないと多分難しいから、まあ、動き作りも説明しとくけど概要なんでね、わかんない方は聞いてもらえば分かる範囲だったらお答えしますけど、そんな感じでね、やってるんで、まあ、一回ちょっと、まあ、この、綺麗なフォーム作りじゃちょっと厳しいんだよね。なんていうかな、動き作り、効率のいい動き作り。で、自分の体のどこが動いてないの、どこが動いてるのをちょっと分かっとくということですね。そうすると怪我なんかもね、あらかじめなんか予測できるしね。でそうするとこうミートもいいし、でミートも良くて、でバランスも良かったらコントロールも良くなるし、そんなところが勝てるポイントじゃないのかな。あと戦術なんかを理解できればもっと言うことなしということだと思います。やることいっぱいあると思うので、多くがね、勝ててない人って何をしていいか分かんないままの人多いと思うの。だからチャンスかなと思うのね。最近自分で考えろとかいうね、ヒントも与えず自分で考えろという人多いから、工事でもね、やっぱりヒントは大事だから、そこら辺をちょっと考えてやってもらった方がね、いいんじゃないのかなと思いますですね。わかんない方はまたご連絡をお待ちしておりますで、というか皆さん頑張ってください。